今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、それをチェックしちゃう。じゃあ行きます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、はい、昨日になるのか、収録上では昨日になるんですけど、はい、初めて私民謡の秋祭りに行きまして、意外とこう見えて民謡好きなので行ってみようと思って、はい、一人で行きました。おなんと旦那は普通に仕事だったので置いてけぼりで、はい、あらまで、ラジオ番組俺はよっていうのを、うんうん、ラジオで普通に言ってましたね。投稿してましたね。一緒に行きたいよって。そうそうそう。それで、キャンさんが仲良しの中曽根はじめさん。はい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 。昨日出てたので。お、はじめも出てたんですね。そう、出てたんですよ。結構面白くて爆笑しました。その中にも、カープボーイさんとか。はい。もう来てたんですけど、カープボーイさんと座ってる位置がめっちゃ遠くて挨拶しに行こうと思ってたんですけど、無理でした。はい番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。オレンジレンジで、寿司食べたい。です。どうぞ。食べたい。面白い曲だ。寿司食べたい。あ、そうなんだね。去年会ったんだ、ともこさんと。なんかもう、ラジオ沖縄では、今日一日、この民謡秋祭りのことで持ちきりでしたよ。おー、盛り上がってたんですね。盛り上がってましたね。もうすっかり初めも芸能人や。めっちゃ昨日も受けた。寸劇が。寸劇がマジで受けた。チャンプル芸能団のこのやつがめっちゃ受けて、まさかと思ったけど、ちゃんと初めに追いつくぐらいまでにはならないとな。どういうこと？いや、コラボしたいんで。ああ、なんか昨日だからはじめさんと挨拶めっちゃしたかったんだけど、はい、なんかもう道も混んでるし出てこないしみたいな。一回チャンスあったんですよ。ああ、一回やる予定だったんですけど、うんうんうん、僕コロナかかっちゃって、ごめんなさい。タミさん、アルファベット全部小文字です。 K も小文字です。タミさん、全部小文字でございます。あ、サッチーさんも聞いたことあるはずですよ、この歌。え？FEC の小沢お笑い劇場、いつもこれが出囃子になってます。あ、本当？はい。あ、だからなんとなく聞き覚えがあるような内容。エコーブドラベリングとかってこの後に言うんです。
あー寿司食べたいからの。なるほど。なるほどね。タミーさん、マッハでアルファベットを変えて、アルファベット全部小文字に変えて送ってください。あ、タミーさん来てるよ。今見たけど。あー、うまそう。うまそう。石垣牛の握り。来てるよ、ちゃんと。よかった、よかった。面白いですね、歌詞。面白いね。この世の終わりには寿司食べたい。最後の晩餐に。まさかのだね。ちゃんと聞いたのが多分初めてかも。そうですね。はい、じゃあ、まもなく。はい。マイクあげます。お聞きいただいたのは、オレンジレンジで、寿司食べたいでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、寿司です。食べたーい。そのままっていうね。はい、そのままっていう今日は。なんでこのテーマになったかっていうと、これ旦那の陸海空さんが決めたので、理由を今日聞くのを忘れてしまいました。食べたいんでしょ。あ、じゃない。最近食べに行ったんですよ。あ、食べに行ったんですね。そう、最近食べに行って、はい、みんなになんか好きな寿司ネタとか、あと最高何皿とか、代わりネタがあるんじゃないのみたいな話になったので、今回このテーマにしました。早速キャスの方が来てますので、紹介したいと思います。お願いします。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。ワンワン！すごい雨降ってきた。え、そうなの？マジで？して、チャンプルー芸能団は面白すぎる、笑い、と来てます。確かに面白かった、昨日の。まあ、さらっとキャンさんに直してくれましたけど、ケンさんになってますけどね。はい。私、普通に、最近直すようにしてますよ。俺、不器用ですから。タミーさん、こんばんは。こんばんは。一応メールしたよ。うん、来てました。ちょっと確認したので、後で採用しましょうね。カープボーイさん、去年は、ともかちゃんに会ってインタビューされたけど、今年は会わなかったな。民謡秋祭り、よ、まよちゃんがラジオ沖縄の、ちなさんにすごい美人連れてってって言われたよって来てます。あ、うん、技術の方かな、多分、ちなさん。沖縄大好きさん、こんばんさちー。こんばんさちー。カープボーイさん、去年は民謡春祭りだった。え、春祭りだったんだね。春もあったと思った。半年ずれたんですね。ずれたんだ。ラントさん、サッチーさんって来ます。はい。こんばんは。こんばんは。カープボーイさん、テーマ寿司。昔、アトムの時、一番好きだったのが赤貝と、あれ、なんだ、しめサバとマグロの赤身。アトムボーイ！懐かしいね。めっちゃ懐かしい。懐かしいですね。いつ頃からそれなくなったんだろう。
気になった、今一瞬。アトムボーイですか？うん。ちっちゃい時はあったの覚えてるけど。小学生の時ありました。中学生の時あったかなかったかぐらいですか？一箇所あったのが、アゲナーにあったのが最後じゃなかったかなって思う。合わせは結構残ってたイメージもありますよね。だったっけ？はい。覚えてないけど。DM が届いてますので紹介したいと思います。お願いします。フリーラムラジオアットワッチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばん。サッチー、こんばん。サッチー、早速ですがテーマの寿司、実は子供の頃なんと1回で寿司17皿もいただきました。17皿。今ではとても考えられないですが、その頃はいつも以上にお腹空いてたんでしょうね、と来ております。ほう。17歳。17歳。最近、はい、旦那の陸海空さんと、蔵の方に行ったんですよ。はい、あ、蔵だったかな？うん、蔵に行って、二人で、21ぐらい？はいはい。なので、一人頭に換算すると10皿、10.5 ぐらい。10.5? うん。まあまあまあですよね。生食べてる方だよね。はい、でも 10.5 とって、変わり種が結構あったし、旦那はお酒も飲むし、トータル行ったら結構したっていうね。僕は食欲がある程度落ち着いていって24皿ぐらいですかね。うわお !17 皿を上回った。なので、多分、全盛期で言ったら40、50皿は多分食べれたと思う。へえ、はい、やばい。私、なんだろうな、最高で、一人で行った時、一人でっていうか、行った時最高で食べたの15かそのぐらいだったような記憶がある。まあ、20歳ぐらいは結構いけますな。まあ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 ね、まあ、物によってだけどね、はい。うん、次の DM に行きたいと思います。お願いします。あんつばさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。地元で有名な寿司といえば大東寿司。確かに、大東は、大東寿司有名ですね。それはさておき、本島に出たら食べに行くのがケンタッキー、吉野家、スシローで、回転寿司行ったら食べるのは貝類で、合間にアーサ汁や卵、イカ、タコの寿司を食べ、貝類の寿司を、四巡し、締めに茶碗蒸しを食べます。いいですね。いいね。数年前に、矢左衛門で貝類ばっかり頼んだら、貝好きなんですねって言われましたって来ております。矢左衛門まで行ったことあったかな、矢左衛門。うん、微妙だな。まあ、あんつばさんは大東なのでね、うん、本島に来たら回転寿司とか、昨日、どこやったかな、なんか、昨日、個人的な配信で、あんつばさん来てたんです。で、この寿司が今日の、テーマだよって言ったら、空港、那覇空港に、回転寿司じゃない、回らない寿司屋があると。はい。で、お高いんでしょとかっていう話を昨日してましたね。いやそうですね。回らない寿司屋って行ってみたいですよね。憧れだよね。はい。一体全体、思いっきり食べたらいくらするんだろうって。あと、そう、お店によってはメニューもないじゃないですか。あ、そっか。回れない寿司屋さんって、はい、大将が握ってくれるものを食べていくみたいな。おすすめのものを食べていくって感じ。はい。わお。わお、それはそれでまた高そう。ですね。やばいぞ。美味しいんだろうな。まあ、確かに、言ってる。私、あれだな。キャンさん、ちなみに、寿司ネタで好きなのってありますか？もうダントツマグロですね。マグロ。マグロですね。赤身。赤身。トロとかいかない。トロも好きなんですけど、まあ、やっぱり、もう最後に絶対食べたいのはマグロですね。おー。
でも、あの、人生経験の中で、はい、これも美味しいなと思ったのは、あの、牛刺しの握りとか、馬刺しの握りとか、はい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 、肉寿司ってやつも美味しかったですね。ああ、確かにね。カープボーイさんがキャスの方で、回れない寿司は一番特徴とか、値段がちゃんと決まっているの頼んだら、無難だね、と来てますね。うん、同じくカープボーイさん。マグロの大トロの美味しさが全くわからない。油食べてるみたいって来てます。あれはたっぷりわさびを乗せて、わさび感じないっていうやつが美味しいんですよ。あはあ。あはあ。なるほど。沖縄大好きさんが、お寿司の思い出、お寿司で思い出しました。名古屋のお寿司屋さんでアイドル活動をしていたアイドル教室もいましたね。メンバーは担当カラーとか、担当のネタがありました。そういうのがあるんだね。びっくりした今。そういうのがあると、初めて知った。まあ、寿司タイピングとかもありますからね。あるね。パソコンの。はい。うんうんうん。妹がよくやってました。私もよくやってた。やってたんだけど、さっぱり、うまくならないっていう。DM じゃない。メールの方が来てますので、紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、寿司。よく浜寿司に行きます。そして好きな寿司のネタ。マグロ、卵、サーモン、イカ、イクラ、ウニ。あ、ウニか。あと、アボカドサーモン。あ、旦那が食ってたぞ、最近。ちなみに僕はお寿司は10皿以上は行くかな。さすがに大食いまでは行きませんが、食べる方ですと来ております。そんなアボカドサーモンを食べたリクカイクーさんが、あーって来てますよ。何があーなのかがわからんけど。あ、そっか。さっきまでなんか寝てたんだよな。寝てたから、私。あいうえおでまさか行かないでしょうね。キャスで。次のメールに行きたいと思います。お願いします。こんばんは。こんばんは。タミーです。ありがとうございます。ありがとうございます。寿司ネタ、今まで食べた寿司では石垣島で食べた石垣牛の炙り寿司と、今年の1月に行った北海道の回転寿司、根室花丸の2階建てのホテルの握り寿司が、忘れられなく最高でした。苦手なのがサーモン、魚卵系です。あとは何でも好きですと来てます。ちなみにタミーさんから、すんごい写真が届いてるんです。お？見えますか？見えるかな？キャスの皆さん、見えるかね？おー。めっちゃ美味しそうなんですよ。美味しそう。炙りですかね？炙りの、これはあれですね。石垣牛。あー、絶対美味しいやつや。美味しそう。食べたい。食べたい。これ、石垣でしか食べれないのかな、逆に。って思った。はい。美味しそうですね。石垣、行く機会あったら食べてみたいな。うん。キャスの方でカープボーイさん、回転寿司だったら、そういえば軍艦、納豆も美味しいし、うずらの卵が乗ってるよって来てます。ほう。うん。私納豆が嫌いなんだな。僕も納豆苦手なんだよね。そう。旦那のリクカイクさん、元娘はお稲荷さんの格好でした。どういうこったい？お稲荷さん？ん？お稲荷さんってお寿司のお稲荷さんってことかいね。お稲荷さんって言っちゃうとあれですからね。狐になっちゃいますからね。私が好きなこの寿司ネタはやっぱりマグロは欠かさず食べるんですけど、はい、あとエビと卵は絶対大好きなんですよ。いいですね。で、まあこの
回転寿司屋さんによっても変わり種があるんですけど、はい、あの生ハムの握りとかもあって、そういうのをよく食べます。ああ、いいのも美味しいですもんね。うんうん、だからそういうのとかも結構、あの旦那の陸海空さんがまたこれ食べるとか言ってで、たまにあるのがハンバーグのなんか握りとかもあるんで、そういうのも食べますね。あとウニイクラ軍艦も好きです。わお、なんかすごいな。ウニとイクラが半分ずつ入ってるやつなんですよ。すごいな。このウニのこのとろっとした甘みの後に押し寄せてくるプチプチ感とこの食辛さ、あ、相性がめちゃくちゃ良くて。なるほど。なかったら両方注文して一気に2つ両方食べる。あーは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 ー。カープボーイさん、あのアイドルしていた、していた？メンソーレさんの大ファンだった人。どういう？旦那の陸海空さん、国際映画祭に娘出た、お稲荷さんの格好で、あ、格好でか。アイドルしてた娘さんってことですか？そう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 。そうそうそう。陸海空さんの元の、娘さんがアイドルだったので、はい、ご当地アイドルなのかな？ご当地アイドル。そうそうそう。どこのアイドルグループだったんだろう。後で教えてください。後で教えましょうね。はい、これあれですよ。でも、わかる人はわかるんで、多分、カープボーイさんとかもわかるんじゃないかな。多分、沖縄大好きさんもわかりそう。よく、歌ってるので、たまに。なので、多分すぐわかると思うよ。どんなかな？まあいいや、後で。はい。確か、ラグーンブルーの、妹分とかなんとかじゃなかったって、お菓子御殿のコマーシャルの。ほう。正解です。ほう。そうなんですよ。だから、隣でね、たまにお菓子御殿のレストランにってたまに歌うんですよ。だから、また始まったって思うんだけどね。そう、ラグーンブルー。そう、ラグーンブルーの大ファンです。やっぱり沖縄大好きさんが言うと思いましたよ。一瞬。あれだな。私、でも、このラグーンブルーの、なんか、ので、何だったかな？宮古島で撮影したのをちょっと見たことがあって YouTube にあるんですけど、はい、意外と面白い曲でしょ？なんて曲だったかな？結構県内のアイドルグループ曲恵まれてますもんね。確かに恵まれてる。ビビアンジュのやっぱりステーキの歌も、はいはい、やっぱりってこのサビの部分というか、うんうん、CM で流れる部分しかわからないと思うんですけど、うん、あれ別のとこ聞いたらめっちゃかっこいいですからね。サビしか聞かないとイメージないですけど、サビ以外の部分めちゃくちゃ作り込みが良くて、あ、かっこいい歌じゃんって思っちゃいました。なるほど、はい、寿司ネタに戻ろうと思ったんですけど、そろそろ来週のテーマいきましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマはスポーツあれこれ。おお、面白そうですね。というのも、収録の10月14日がちょうどスポーツの日。はい。なので、このテーマにしました。いいですね。まあ、ちょうど私、収録終わりに、ぶつぶつ言いながら、陸海空さんには。ぶつぶつ言いながら、私はこれからバスケ行きます。我々はスポーツに関しては語りますからね。語りますね。めっちゃ。沖縄大好きさん、アイドル教室の、担当ネタ、マグロ、サーモン、納豆巻き、ウニ、イクラ、タコ。わお、すごいな。うん。人結構いるね。ほんと。旦那の陸海空さん、青空ストーリー、あ、それ、青空ストーリーっていう曲があるので。おう。うんうん。今度聴いてみてください。意外といい曲ですよ。ぜひぜひ聴いてみたいと思います。カープボーイさん、スポーツの日がまだ、馴染めない。未だに体育の日って言ってしまう。わら。
わかる。わかる。わかる。年代がね。はい。そうなんだよね。年がバレますよって。そうなのよね。でも、なんか、この間の花展の、クイズの時も、はい、このスポーツの日と体育の日のやつが出てて、はい、14日何の日でしょうっていうのが出てたんですよ。はい、で、ついつい、スポーツの日、体育の日、どっちだっけって迷ってしまいました。ああ。そう。両方だと、うんって思ってしまう。スポーツ庁ができたぐらいのタイミングでスポーツの日になったんでしたっけ？そう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 。もともと体育の日は、オリンピックの開催日でしたね。うんうんうん。東京。そうそう。最初の東京オリンピックの。そうそうそう。そうなんですよ。10月5日でしたっけ？え？ 10 月10日じゃないの？ 10 日でしたっけ？ 10 日10日。うん。だから10月10日っていうイメージが未だにある、私は。10月10日なのは、日本って一番晴れやすい日らしいんですよ。え、そうなんだね。はい、だから雨が少ない日にわざと開会式当てたっていう有名な話があります。なるほど。ということでお時間です。はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてあさちとみさんでキャンでした。じゃあねー。やっぱりうまいイヤホンは聞きやすいわ。いいヘッドホン、テンション上がりますよね。テンション上がるね。本当に。僕もいっぱいヘッドホンのイヤホン持ってもいつも探しちゃいます。ついつい見てしまう。ああ。沖縄デスキさん、あと、担当ネタは。縁側もある。またすごいね。青空ストーリーは確かりほちゃん、あやちゃん、まいこちゃんの3人が卒業して、その後新体制になった曲。そうなんですよ。だからまいまいこときなまいこさん、はい、オリジンの。も元ラグンブルーなんでしょ。ラグンブルー出身のアイドル。確かね、これリリック界空さんからの全部情報が入ってて、ロマーシアさんいたじゃないですか。はいはいはい、内地に、内地にいるかな、はい、が一期生ですよね、うん、って言ってた。だからロマーシアさん見たことあるんだねと思って。だからヒープホープでこう人気出てるときに、もともとアイドルだった子で紹介する。ああ、あの子かってなりました。うんうん、そうそうそう。カップボーイさん、そうなの、あの人あるでしょう。あ、ワンデーで様子のおかしいラジオカーリポーター、きなまいこさんって。具志堅スターの女の子もよ。具志堅スターの女の子。誰だ ?3 人いますけど。誰だろう、誰だろうな。具志堅スターは3人ほどいたような気がするぞ。うん、誰だろうな。誰だろうな。にとって私、具志堅スターを聞くのちょこっと聞くぐらいなんだよね、いつも。いつもちょこっとだけ聞いて終わるぐらい。具志堅マサシの。そうそう。リホちゃん、あは。でもまさかオリジンに入ってオリジンアワーに出ると思わなくて、ラジオからオリジンアワーで聞いたら、声と名前を聞いたら懐かしいなと思ったって。あー、はいはいはい、なるほどね。棚原里穂さん。棚原里穂さんもあれなの？オリジン？オリジンか？わかんないけど。なるほど。ファナーズじゃなかったですかね。だったっけ？